ジョナサン・ジュレーコ、BBC スポーツ、イギリス・ウィンブルドン、テニスの四大大会の一つのウィンブルドン選手権が、ロンドン郊外のオールイングランドクラブで開かれている。9日の女子4回戦では、ベラルーシのビクトリア・アザレンカ選手、33、が、ウクライナのエリナス・ビトリナ選手、28、と対戦。接戦の末に敗れたアザレンカ選手は試合後、観客らからブーイングを浴びた。 同選手は、フェアではなかった、と話した。ウクライナで戦争が始まって以来、スビトリナ選手は、ロシアやその同盟国ベラルーシの選手と試合後の握手を拒んでいる。これまで何度もそうした対応を繰り返しており、この日も試合の決着がついた後、ネットに近寄ってアザレンカ選手と検討を称え合うことはしなかった。だが、一番コートを去るとき、ブーイングを浴びたのはアザレンカ選手の方だった。 私はどうすればよかったのかじっと待つべきだったのかアザレンカ選手は試合後、記者らに尋ねた。彼女はロシアやベラルーシの人とは握手したがらない。その決心を尊重した、手を振られたが無反応をワイルドカード、主催者推薦で出場しているスビトリナ選手はこの日、観客の大声援を受けながらプレー。素晴らしい試合を2の66の47対6、11から9。 で勝利し、準々決勝に進んだ。最初のマッチポイントでスビトリナ選手がエースを決めて勝負がついた後、アザレンカ選手は敬意を表してスビトリナ選手に手を振ったが、同選手はそれに反応を示さなかった。コートを去る際にブーイングを浴びたアザレンカ選手は、どうしてなのかと尋ねるかのように一瞬、立ち止まった。そして、観客にジェスチャーをして姿を消した。 イギリスの観客らがアザレンカ選手に敵対的な態度を示したことについて驚いたかと問われたスビトリナ選手は何とも答えられないと話した。先月の全仏オープンではスビトリナ選手は準々決勝でベラルーシのアリナサバレンカ選手に敗れた。試合後スビトリナ選手が握手を交わさずにコートを後にすると観客席からブーイングが湧き起こった。 テニス組織に声明を求めるスビトリナ選手は、負けた選手は誰でも、握手がなければ、ブーイングを浴びるということだと思う、と話した。同選手は昨年10月に娘スカイちゃんを出産し、3ヶ月前に復帰したばかり。テニス団体は、ロシアおよびベラルーシの選手とウクライナ選手の間では握手はないと、声明を出すべきだと思う。そうしたことが人々には明快ではないのかもしれない。 ロシア軍がウクライナから撤退し、私たちが領土を取り戻すまで私は握手をするつもりはないと、これまで何度も言ってきた、私は明快な声明を出している。これ以上ないというほど明快だ、私たちは仕事をしている。アザレンカ選手に対する観客の反応は、手に汗握る試合を異例な形で終わらせた。元世界ランキング1位の同選手は、観客にはプレーの質に注目してほしいと望んだ。 素晴らしい試合だったと思う。観客が、それもかなり酔っ払った観客が、握手だけに注目してブーイングを送るのであれば、残念なことだ。あれはテニスの試合だった。誰もここで人生を変えようとはしていない。私たちはテニスをしている。私たちは自分たちの仕事をしている。それだけのことだ。